マラソン旅は、マラソンでの長距離に耐えられるようにした、陸上競技用の旅である。金栗四43が、ストックホルムオリンピックで履いたことで知られる。大河ドラマ、伊田店で、ストックホルムオリンピック予選会の撮影に用いられた、金栗四43の旅、ハリマヤの跡地にある、金栗旅発祥の地石版明治時代、長距離走者は、軽い方が有利ということで、普通の旅を履いて、 マラソンを走っていた。しかし、1911年に開かれた、ストックホルムオリンピックに向けたマラソンの予選会で、金栗43が履いていた旅は長距離走行に、耐えきれずボロボロになり、彼がゴールした時は裸足であった。その後の練習でも旅はすぐにすり減ったため、金栗は在学していた、東京高等市販学校近くで、旅屋、張間屋旅店を営む職人、 黒坂新作に旅の改良を依頼した。黒坂は旅底を三重に補強してマラソン旅を完成させた。ところが土の道路であった日本とは異なり、ストックホルムは石畳だったため、旅底を補強しただけでは足への衝撃を吸収できず、金栗は足を痛めてしまった。帰国後、金栗はさらなる改良を黒坂に依頼し、旅の底にゴムを貼り付け、 小はぜを排して、甲の部分を靴のように紐で縛る、金繰り旅を完成させた。この金繰り旅を使用した選手からはオリンピックで、好成績を残す事例が現れる。1928年のアムステルダムオリンピックで、山田金松、津田誠一郎が入賞。1936年のベルリンオリンピックで、孫季帝が金メダル、南昌龍が銅メダルを獲得した。 ベルリンオリンピックで孫が優勝した際、黒坂が新聞の取材に対し、外国にはこんな指の股のついたのなんかないでしょうな。はははと笑った記事が残されている。太平洋戦争後、1951年のボストンマラソンに優勝した田中茂樹もマラソン旅を使用し、現地の記者から指が2本しかないのかといぶかしまれる一幕もあった。だが、 その後指先が分かれたスタイルでは、キック力が減災されるという考えから、ハリマヤは、旅のスタイルを捨てて、マラソンシューズへと舵を切ることとなる。1948年に、黒坂は子息である、与田活造に家督を譲り、会社名も、ハリマヤ運動用品、株式会社となる。与田は1950年に、最初のマラソンシューズの試作品を完成させる。 1953年のボストンマラソンに日本から出場した選手はすべてシューズを履き、その一人の山田慶像が優勝したことで、ハリマヤはスポーツシューズメーカーに転じた。その製品は谷口博美にも愛用されていたが、1990年代に製造を終了している。ハリマヤがマラソン旅から手を引いた後も、他社によって同様の製品は改良が続けられ、 マラソン旅、ランニング旅として販売されている。キネや旅の製品は2017年にドラマ化された陸王で使用されている。金栗の出身地、玉名市では、金栗が当時履いていた、金栗旅を再現したランニング旅、金栗をふるさと納税の返礼品としている。ありがとうございます。